I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Digimon Cyber Sleuth. Please enjoy.行くぞみんな。来た感じ。
しかし、クーロンって何度来ても危険な香りがするよね。安心してよ。ノキアは僕たちが守る。電脳空間ならノキアと一緒にいられるからね。アグモン、ガブモン、あんたたちってば本当。ねえノキア、ちょっとあれ。桜は俺が。ちょっと、ストップ！あんたたち何やってんのよ？その光るあれは何よ？まさか。おいおい、なんだよ姉ちゃん。こいつの知り合いか？ってひどいことを。許せない。へえ、だったらどうするの？そうよ、やっちゃうのよ。ねえ君、さすがは電脳探偵。よーし、やっ。え、ノキアはやっちゃわないの？そうよ、私はやっちゃわない。そうだよ、危ないしやっちゃわないよ。ノキアは安全なところで友達が戦うのをただ眺めるだけだよ。え？それって本当に友達なの？あ、私ってばなんかマジで DML だ。てかちょっと、僕らの存在がガン無視ですか？ふざけんなよ。しまえ、おら！くっけ、こら！じゃんじゃん、続け！いけ！けど、この通り。ま、けどさ。なあ。それがデモンズのアジトだ。きっとそこにサクラも。あっ。ちょいと無知けど、俺のことはいい。早く、サクラを見つけ出して。ねえ、ノキア、どうしてあんなに盛り上がってるの？それはね、彼らが思春期真っ只中だから。思春期真っ只中、青春一直線ともよ。青春一直線？それって前に言ってた中二病とは違うの？そうね、似てるけど、中二病があれやこれやで、ジョグレス進化すると青春になるの。
行くぞみんな。みんな急いで。
け。
Oh!
ったかな。やったー！モキア、これが本当の。くっそー！なんで俺様がこんな目に。俺様はシンプルにせっかくあの。あんた、さっきからあの人あの人言ってるけど、あの人って誰なのよ。あの人って言ったらあの人だよ。リエお姉ちゃんだよ。リエ君知ってるの。そこまでだ。え、あんたたちは。ジミー、はい。どうにもこうにも情けないスバッチは、そもそもアンさんみたいなパチモンを使うこと自体反対だったんです。ちょっ、こういうの汚い花火って言うんでしたろうな。ちょっとあんた何してんのよ。深入りは禁物です。ブサイクなお嬢さん。ブッサイクなくせに無駄にか。そのヘラジ口遊んであげますね。フェイ、それくらいにしておけ。あきまへん、あきまへん。こないな程度。やめろと言っている。それとも、君まで僕にさ。ちゃいます。そんなわけあらへん。いけず、言わんといて。今回のことは、僕の不始末だ。彼は純粋に客を呼びたくて、電波ジャックという方法を使ったんだ。神城の連中にそそのかされて。神城？それじゃ。結局、あの男も神城の駒の一つに過ぎなかった。それらのアイディアを吹聴したのが、おそらく、岸辺リー。電波ジャックを可能にするプログラムを渡したのそれじゃあ、そのことを地味犬に証言させれば。それはできない。なぜなら彼は、あくまで彼の意志で行動していたんだからね。五催眠で少女たちを操っていたのに。てか、ユーゴ、君はどうしてそんなこと知ってるわけ？ブッサイクなお嬢さん、言いましたやろ？深入りは君の端末に、後始末をさせてさ。ちょっと待っておくれ。わっちは弱いもんとびっさ壊しとで壊し。なんなのあの女。ユーゴといい神城といい。はっ、そうだった。地味犬の悪。サクラッチ、ポメラニアン効果のみんな大丈夫？なるほど。では無事にサブリミナル効果で洗脳された連中を助け出せたわけだ。けど入院だなんて。心配することはねえ。交際民の味なんか。それより君の方こそ。俺は全然大丈夫。さくらんとこ見舞いに行ってくる。
春菜、青いな。さてと、事件の核心部分について聞かせてもらおうか。うん、君たちの報告をまとめると、つまりこういうことになる。デモンズ。しかし一連の事件すべての背後に神城が。我々は何かを見落としている。情報の少ない今の時点で結論を出すのは危険か。見落としているのか、これから現れる。今回はご苦労だったな。はい。ねえ、ちょっといいかな。外で話したいことがあるんだ。外で話したいことがあるか。これも春の青さですね。それはそうと、おじさん、例の神城とナイルコープの一件、何か進展は？ああ、そう焦るな。今慎重に外堀を埋めてるとこだ。ほら、昔せいてはことを子孫じるですね。あのね、私あのハッカーたちのこと絶対に許せない。あんなに可愛らしいデジモンを手足のように奴隷のように好き勝手使うなんて。それにデジモンたちが哀れで不憫でかわいそうで。実は私、君のこと見てたら自分も何か行動しなきゃダメだって思ったんだ。ただ見てるだけじゃダメなんだって。こんな私にも何かできることがあるはず。今は具体的に何ができるか、ひらめいたら真っ先に君に知らせる。よーし、やるぞー。私のエルカワボディに秘められた力を最大限に引き、ちなみにノキア